飾るにふさわしい公式戦、世界最強タッグ決定リーグ戦、終盤の札幌大会であります。スプリング東ホールドが満員のお客さんに惹かれております。プロレス界のスーパースター、テリードリーのザ・ファンクスがこれより登場してまいります。札幌中島体育センター、超満員と膨れ上がりました。このザ・ファンクスと対戦いたしますが、 AWA 最強コンビ、ハーディレース、ラリー・ペニー組、公式戦の45分日本勝負、これから始まるところであります。この公式戦、参加4人のうち、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンが3人顔を揃えるという、まさに豪華な対決となりました。さあ、今日はテリードリーのザ・ファンクス、どういった歓迎のされ方なんでしょうか。リング上に登場、そしてお兄さんのドリーファンクスジュニアが今肩を叩かれながらリング上に姿を見せました。これがプロレス界のスーパースター、テリードリーのザ・ファンクスであります。大変大きな拍手で迎えられましたザ・ファンクス。現在得点の方は7得点となっております。そしてテーマミュージックが変わりました。それより AWA 最強コンビのハーリーレース、ラリーヘニン組が登場してまいります。元 AWA 世界卓球王者コンビのこの2人、ザ・ファンクスとはまた違ったムードを持っております。前 NWA 対ヘビー級チャンピオンハーリーレース、そしてラリーヘニン、この2人がタッグを組みました。過去タッグを組んで AWA の最高峰を極めました、このラリー・ヘニング、そしてハーディレースの2人であります。いかにも対照的な両チームの入場の仕方であります。これまた大きな歓声で迎えられました、ハーディレース、ラリー・ヘニング。リング上ではかねてからこの全日本プロレスの暮れの世界最強タッグ決定リーグ戦視察を臨んでいましたスタンレーブラックバーン AWA 会長が今回とうとう実現いたしまして日本にやってまいりました。今日本テレビからスタンレーブラックバーン AWA 会長に花束が贈られました。これから日本のプロレスファンの皆さんにメッセージが読み上げられます。Tag team tournament in the world. You've got the greatest talent from all over the world. New Zealand, United States, Japan. It's just fantastic. Everybody in Texas wants to know how it's coming out. So I came over to see it for myself. And in January, our president, Nick Bockwinkel, will be here too. Thank you very much. スタンレーブラックバーン AWA 会長のメッセージであります。新進ジャイアントシリーズでは AWS 界ヘビー級チャンピオンのニック・ボックウィンクルがこのスタンレーブラックバーン AWS 会長によって全日本プロレスのマットに派遣されるという、そういった内容のメッセージでありました。山田さん、このスタンレーブラックバーン AWA 会長が両チームということは、そうですね、私はかねてね AWA ゾーンに取材で行った時に何回かお会いしてるんですが、まあ、大変にプロレスの交流というものに情熱を注いでる人ですね、まあ、今回日本へ来て、まあ、全日本プロレスの末で行われるこのビッグな大会をですね、ぜひ自分の目で確かめたいということでね、はい、やってきたわけですね。これでまたジャイアント馬場の全日本プロレス AWA 圏の一人絆ができたわけであります。これより両チームの選手が紹介されます。怪力ベテラン、そして試合の駆け引きがありますラリー・ヘニング、全 NWA 対ヘビー級チャンピオンのハーリーレース、フリー級チャンピオンテリー・ファンク、第46代の NWA 杯フリー級チャンピオンドリー・ファンクジュニアが紹介されました。
さて81年世界最強タッグ決定リーグ戦終盤の山を迎えた札幌大会でありますが、現在までの得点経過を見てまいりますと、リング上のザ・ファンクスが秋田大会で、天下分け目の大決戦ジャイアント馬場ジャンボ鶴田組と45分の時間切れ引き分けを行いまして、現在得点が7、そしてハーリーレースラリーヘニング組現在得点が4というところですね。山田さん、そうですね、まあね、ドリー・ケリーのですね、ザ・ファンクスとしては、これ正直に申し上げて、可能性は残してますが、非常に危険な崖に立たされている、それだけにもう今日のこの一戦、絶対に落とすことができないですね。はい、さあ、公式戦の45分日本勝負、今、試合が始まりました。その他、馬場鶴田組が現在まで9点、ブローディースヌーカー組が現在まで8点、新上田組が現在まで8点、こういったところでもう優勝の行方はですね、4チームに絞られたという感じがありますね。そうですね、まあここまで来ましてね、だいたい4強に絞られた。なるほど、ね、まああとはね、今後の試合展開いかということですね。はい、さてリング上ハーリーレースにスピリングトーホールドテリーバンクの攻撃、2回転、さあそのままスモールパッケージに入った、ハーリーレースの攻撃です。しかし山田さん、さすがにこのクルノスカイ最強タッグ決定リング戦、黄金のカードリング上のテリーファンクが第51代の LWS 対ヘビー級チャンピオンならば、このハーリーレースはザ・ファンクスのテリー・ドリー2人を破って LWS 対ヘビー級チャンピオンになったことがある因縁がありますね。そうですね、まあね、はい、正直申し上げて、今日のこの対戦している両チーム戦力をね、冷静に分析しますとね、やはりあのヘディングがね、ちょっと力が落ちるだけに、まあやっぱりファンクスの方が圧倒的に有利。しかしこのハリーレースという存在があるだけにですね、これはもうファンクスとしては絶対に最後の最後まで油断できないですね。どこで裏をかかれるかわからんですよ。はい、さあそのまま、おっと、フライゲットバット、ハリーレースのフライゲットバットになりました。すごいヘッドバットですね、飛びましたね、ドキーンというわけですね。さあドリーファンクジュニアが入ってまいりました。思い出しますね、このドリーファンクジュニアを破りましてハーリーレースが第47代の NWS 界フリー級チャンピオンになりましたね。そうなんです、ですからね、はっきり申し上げて、ドリーにしてもテリーにしてもこのハリーレースは比較的苦手な相手なわけですね。なるほどね、はい、ラリーヘリング、このハーリーレースはブルーザークラッシャー組を破りまして元 AWA スカイ100王者に輝いております。でテリーファンクに攻撃を加えるハーリーレース、そうですね、ハーリーレースはさあ得意のヘッドバット、テリーファンクがよく見ていた、テリーファンクがよく見ていました。ヘッドバット合戦です。歩み寄りましたね。いやだけどね、膝でね、今ねちょっとテリーの方がダメージ大きいような表情でしたね。ずっきでもお互い譲りません、お互い譲りません。さあこのずっき合戦はどうやらハーリーレースの方が頭の方が硬い、しかしこのくじけないところがいいんですよね。そうですね、もう一回ハーリーレースがいった、これは決まった、これは決まりました。さあこれがフィニッシュになるかどうか、カウントが2、カウント2です。しかしあのダイビングヘッドバットすごいですね、まさに殺人技ですね、さあネックブリーカーに行ったぞ、さあどうだ、テリーファンク危ない、払いのけました。公式戦今15分が経過してまいりました。テリーファンクをラリーヘニングの膝に打ち当てます。タッチワークですとこのベテランのラリーヘニング、ハーリーレースが非常にうまいですね。そうですね、あんまり気負わないでね、すんなりいってますね。駆け引きは本当にうまいこのラリーヘニング、ハーリーレースの2人であります。さあロープに飛ばした、何が待っている、あーっとショルダースルーに行きません、ラリーヘニング、トーキックです、テリーファンクのトーキック、相手は重いぞ、相手は重い、130キロ近いこのラリーヘニングの巨体だ。さあテリーファンクがブレンバスターに切って取ることができるかどうか、動きませんね、全くダメですね、動きません、
左のパンチでラリー・ヘニングがトップロープとセカンドロープの間からリングの外に出ました。さあここでこのザ・ファンクとしてはもう一回このタッチワークを立て直したいですね。そうですね、それと同時に、やっぱりねこの辺りでそろそろね、攻撃目標をやや虐待のヘニングに絞るべきでしょうね。今はこのヘニング、ハーリーレースのですね攻撃をずっとこのテリー、ドリーともにですね受け続けた時間が長かっただけに。そうなんです、しかもあのズバリ申し上げて、このレースとヘニングは分断できないでいるんですね、これは痛い、これは痛いぞ。テリー・ファンク、左の肩を鉄柱に打ち当てました。そしてレースの膝が待っている、レースの膝が待っている。テリー・ファンクがドリー・ファンク・ジュニアにタッチです。さあここは俺に任せろというドリー・ファンク・ジュニア、ハーリーレースとの一騎打ちになります。公式戦の45分日本勝負、そろそろお互いのエンジンに火がついてまいりました。これからの駆け引きであります。さあどうだ、両選手ともパンチの攻撃、ロープに飛んだのがドリーファンク・ジュニア、ハーリーレースも飛んだぞ、四角いジャングルを飛び回った、エルボー攻撃、ドリーファンク・ジュニア、ハーリーレースが倒れます。全く目が離せません。ラリー・ヘニングが入ってくる。やはりね、この辺りの今度試合の駆け引きになると、ドリーがまたねうまいんですね。まあさすがに。さあリング上、ダブルアームスープレックス、人間風車だ。さあハーリーレースを投げ飛ばすことができるかどうか。あっと2回目のチャレンジ、2回目の挑戦、もう1回いくかどうか、もう1回いくかどうか、3回目の挑戦になります。ハーリーレースを人間風車に切って取りました、ドリーファンク・ジュニア。ラリー・ヘニングが入ってまいりました。見応えありますね。そうですね、まあしかしやっぱりあのねドリーの頑張り、もう一度二度三度やっと成功させる、あの頑張りですよね、ハーリーレースがドリーファンク・ジュニアをリングの外に放り投げ出しました。ドリーファンク・ジュニアに攻撃を加えるラリー・ヘニング、しかしデリーファンクが助っ人に入った。さあ放送席にやってくるのはドリーファンク・ジュニアです。ドリーファンク・ジュニアを放り投げました、ハーリーレース。そしてテリーファンクを捕まえている、テリーファンクを捕まえている。この辺のコンビネーションがうまいぞ、ハーリーレース、ラリー・ヘニング組です。 AWA 最強コンビ、非常にうまいタッチワーク、コンビネーション。さあドリーファンク・ジュニアはどうしました。ドリーファンク・ジュニアが今やっとリングの中に戻ろうとしている。テリーファンクに脳天食い打ちを見舞います、ハーリーレースです。今までの流れを見てみますとどうでしょうかね。そうですね、今までのところね、レースがねなかなか健闘してね一歩も引かずにやってますね、だから今までだから正直言ってゴブゴブですね。ゴブゴブですか。スルーダースルーダー、攻撃を受けながらも必死にスルーダースルー、ダイビングクラッチホールド。さあ回転蹴り始め、どうだ、一瞬の隙を突いたんですがこれはフィニッシュにはなりません。今の作戦はいいですね、あのタッチワークが良くなってきましたね、さあフープラトンのパンクスの攻撃、テリードリー、お互いオーソドックススタイル、そしてサウスポースタイル、エルボーうまく使いましたね、非常にいいですよ、ここでねあんまり無理せずにね、巧妙なタッチワークを見せた方がいいですね、やはりね、レースはいくらタフでも、ドリーとツインのね速いタッチワークで攻められたらちょっとかなうんですからね、まだそのザ・ファンクスのいいところが出ていませんよね。そうなんですね、ということは逆にこのジョバンさんの戦い方、レースヘニング組がうまくやったということでしょうか。もうそれは2つでしょうね、さあ中盤に入ってまいりました。うわこの音がものすごいですね。よくやってきましたね、また来てないですね、入りました。さあ公式戦20分が経過、バックを取った、バックドロップ、ハーリーレースの大技、テリーファンクのダメージはどうだ、立ち上がれない、膝を落とした、あっとテンプルの当たりです。さあここでラリー・ヘニングにタッチです。さあ今度は怪力に戻ってやってボディースラム、そしてエルボードロップは自爆でした。テリーファンクがうまいフットワークを見せます。早く立ち上がってスプリングトーホールド、スプリングトーホールド2回転。さあハーリーレースがニューカルコーナー最上段、ここでエルボーを落としました。
このコンビネーションどうですか。今ねあの、レースのエルボーがなかったら、あれで決まってたでしょうね。さあリングの中ドリーファンクギアとラリーヘリングです。やり合います。そしてリングの外レースとテリーです。青い鉄柱にレースの額が当たりました。さあリングの中注目しましょう。ドリーファンクジュニアに攻撃を加えたラリーヘリングのおネックブリーカーの攻撃だ。テリーファンクがこのままの最上段から攻撃を加えた。カウントライン3であります。勝利はザ・ファンクス。ヘリング・ファンクスが今度は風邪気でラリーヘルスからカウント3を奪いました。うまい具合にハーリーレースをリングの外に置いておきましたね。やはり ね最後の最後までね諦めるにとうとう分断作戦に成功しましたね、この2人をね分けた場合に、もうヘニングを狙えばねこれはもう勝利はね必ずと言っていいぐらい取れるんですね、この作戦が功を奏した。本当に良かったですね。うまい具合にレースヘニングを分断させました。ヘリング